岩田隆則と平野史をルイヴィトンのランウェイで輝く、2024から25年秋冬メンズコレクションに登場。フランス・パリで開催された2024から25年秋冬メンズコレクションに、岩田隆則と平野紫洋がルイヴィトンのアンバサダーとして出演し、会場を華やかに彩りました。このショーでは、 ファレル・ウィリアムスが手掛けた24年春夏メンズコレクションのアイテムを身にまとって登場した2人が、高級感漂うランウェイで注目を集めました。平野仕様は、エレガントなスタイルでブレザー、白いシャツ、黒いネクタイ、ズボン、そして革靴を着こなし、その洗練されたルックスでファッションのポイントを獲得しました。一方、岩田貴則はボンバージャケットにプリーツスカートを合わせ、ルイビトンブランドのゴールドの大きなバッグでスタイ,ンスンインししンリング。 二人のファッションは異なるが、共に高級感とスターのカリスマ性を放ち、観客を魅了しました。この特別な日には、岩田さんと平野さんの仲の良さも光り輝きました。イベントではファッションの好みを交換し、カメラの前で自由にポーズをとり、楽しいひとときを共有しました。二人のカリスマ性とスターの輝きが、ランウェイという舞台を一層輝かせました。この交流が、ファンにとっても楽しい瞬間となったことでしょう。 メンズクリエイティブディレクターに就任したファレルの手腕も光り輝き、岩田隆則はショーの感想をシェア。ファレルのショーをパリコレで体験できることを楽しみにしていました。今回はまるで西部劇を見ているかのようで、ショーの世界に引き込まれました。ワークウェアの要素が詰まったコレクションは、取り入れやすいアイテムがたくさんありました。また、世界中の友人と交流できたこともパリコレの楽しみの一つで、とても嬉しかったですと語りました。 初めてのパリでファッションショーを楽しんだヒラの仕様も、初めてのパリでファレル・ウィリアムスのショーを見ることができ、素晴らしい時間を過ごせました。パリにいる中でウエスタンを感じられて、とても楽しかったです。ュートンのアウターやシューズ、ターコイズを取り入れたアイテムなど、好みのものばかりで、着用したいと思いましたと感想を述べました。ショーの会場であるアクリマタシオン庭園は、パリ16区に位置するブローニュの森の北側にあり、 ナポレオン三世によって近代パリの象徴とされた場所です。LVMH グループが18年に行った大規模なリニューアルにより、美術館フォンダシオンルイ・ヴィトンも誕生し、パリ唯一のアミューズメントレジャーパークとして人気を博しています。岩田隆則と平野志陽の登場によって、ルイ・ヴィトンのランウェイは華やかなイベントとなり、ファッション愛好者やコミュニティ全体にインスピレーションを与えたことでしょう。これからの季節。 ファッション界にどんな新しいトレンドが生まれるのか、期待が高まります。